皆様こんにちは。ライティング事業部の石岡です。今回は照明の専門用語の中で消費電力とエネルギー消費効率についてご説明させていただきます。まずは消費電力からご説明させていただきます。消費電力とは照明器具の使用する電気の量を表します。単位は W と記載し W と読みます。消費電力が少なければお支払いする電気代も少なくなります。こちらは蛍光灯 HF32W 2灯低角出力の器具と LED ベースライト IG シリーズの 5200ルーメン を比較したものです。消費電力が約 52% 少ないので電気料金も約 52% 下がるんです。消費電力は電気料金に直結するのでお施主様が気になるポイントなんです。蛍光灯30台を LED リニューアルした場合10年間で約78万円もお得なんです。消費電力が少ないって大事ですよね。またこのように調光することでさらに消費電力が下がるので LED にリニューアルしながら最適な明るさに調光することが重要なんです。続いてエネルギー消費効率です。エネルギー消費効率とは1ワットの消費電力でどれだけの光が出ているかを表します。単位はこのように記載しルーメンパワーワットと呼びます。エネルギー消費効率の算出方法は照明器具から放出される高速割る消費電力で求めることができるんです。この数値が大きいほど同じ明るさをより少ないエネルギーで実現できることになりますので省エネ性能の参考値として利用されます。 LED ベースライト ID シリーズ省エネタイプはエネルギー消費効率がなんと 193.9 ルーメンパワーワット、非常に効率がいい器具もあるんです。いかがでしたでしょうか。消費電力とエネルギー消費効率は照明提案の中で使用する用語ですのでご承知おきください。以上で今回のご説明を終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。 Panasonic